そうですね、やっぱターンオーバーが、まあ、自分も本当にもったいないミスも多かったですし、チームで25個ターンオーバーがあったっていうのは、本当に反省かなと思います。あとはやっぱりこう今シーズンの、試合で反省も出てるのは本当4クォーターやり続けられるかっていう部分だと思うので、今日の試合も、まあ、最後の部分でこうなんだろう、まあ、やり続けられなかった、ディフェンスも強い強度でやり続けられなかったっていうところも、反省だなと思います。そうですね、まあ、今日に関してはタッチもあんまり、悪くなくて、でドライブからもこう点を取ることができたので、いろんなパターンでこう点取れるようには、したいなっていうのは、課題だと思ってたので、そこは良かったかなと思います。本当に今日もたくさんの方に来ていただいて、すごく大きな声援を送っていただいたんですけど、勝つことができなかったのは本当に申し訳ないと思いますし、明日こそは本当にホーム今シーズン初勝利、できるように、チーム一丸頑張りますので応援よろしくお願いします。 GO! ビーコー!